どうも、メアです。どうも、アンソニーです。はい、今日はですね、はい、ちょっと珍しいデッキを持ってきました。珍しい。はい、こちらです。おお、ククールなんですけど、久しぶり見た。はい、いや、ククールやっぱ最近使ってなかった。一番最初に使った以来使ってないんじゃないかなと思って。確かに。ちょっとセーニャも使ってないなと思ったんで、ちょっとセーニャ使ってみたいんですけ ど、まあ、うまく使え、まあ、セーニャ使えるかどうかって結構微妙なところで。待って待って、デッキ名吹いた。はい、ほうほう。あ、そう、ほうほう入ってるんですよ結構ね、ほうほうをメイン軸に組んでるって言っても過言ではないです。いや、でも俺ほうなんかたまに出されてすっげえ強い動きされることよくあるんですけどHP3 とか普通に上がるとマジで結構腹立つじゃないですか。こいつ自身67ってのが今の環境めちゃくちゃ取れないんですよ。そうそうそう、ミネアの塔のタロットぐらいしか、うん、そう、普通に強い。ステータスが高いんで、はい、まあセーニャから出てもめっちゃ強いし、まあ、素で出しても全然強いと思うんですよ。でリトルライバーン3、5っていうなかなか5すら結構取れない中で、ほうで3上がって3、8とか、やっぱ4上がったら9とかで、セーニャから一瞬出てきたらもうカオス宇宙なんで。いやらしいデッキだなこれ。はい、面白いデッキをちょっとこれをやってみようかなと。なるほど、思って、はい、楽しみ。今日持ってきました。行きましょう。はい、これを使っていきたいと思います。それでは行きましょう。 GO。 メアゲームス。はい、テリー相手ですね。テリー久しぶり見ましたね。アグメタキープで、はい、ザワラいいですね。ザワラの引いたからにはランドゲイロかボーンバット引きたい。そうですね、まあ、でもともしみ小僧確定で戻しても強いですけど、うん、アグレメタル戻ってきても強いしね。そうですね、うん、まあ、焦るデッキではないので、むしろ焦らず戦うデッキ、はい、この頬とかがね実は結構強い。いや、ほぼ強いですよね、普通に、うん、6、7ってスタッツ、そう強いし、しかも味方の HP めちゃくちゃ上がるんで、セーニャで出てきた場合、やばいっす。確かに、いやらしいカードですね、うん、バロンナイトの HP 特化版みたいな、もうそういうレベルなのかな、うん、オークキング、オーク、じゃあオークキングでオークか、これテンションエンドだな。ハグメタじゃ取れない。おしゃれなカード入れてますね。ね、貫通テリーかな。貫通テリーの可能性あるな、うん、あいつが確か貫通の攻撃力全部上げますよね、うん、ダークランサー、そうメタッピー、ギアガメくるか、どっちも3なんでね、トルネコだったらって思いません、こういう時思うトルネコだったら力の取れて取れてるのにって思いますね。まあ、ともしみ小僧いきましょう。はい、よいしょと。ハグメタ出したタイミングかリトルライバーのタイミングでしかテンションは打ちたくないですね。そして、まあ、次のターンともしみ小僧やられた場合、ザオラルとかうまく使ってやってもいいかなっていうふうに思います、ね、攻撃していきますね。なんかあるね、はやぶさ切りか、強っ。当たれ、1点、残り1点。これでハグメタやっと、そうですね。じゃあここザオラル打ちます、はい、確定なので。さあ行こうか。よいしょ。ザオラル、ザオラル普通強、確定のお尻構造ってやばいな。強い。でこれでテンション打ちます。はい、いいよね、打ってね。これ打つべきです。はい、さあこれ嫌な盤面、これ強いよ。テリーは奇跡の剣かなんか引かない限りはずっとひたすら顔で受け続けなければならないリーダーなので、はい、このともしみ小僧は結構相手からしたら嫌かなと思います、うん、テンションで取られちゃいますね、とりあえずは。うん、まあ、テンションで取りたくもないけどね、3点飛んでくるんでどっかに、うん、まあでもあれですね、またどうやってもこっちともしみこそ持ってるんで、確かに嫌な思いさせれますよ。はい、オーリーライト取れるじゃん、首狩り族。オーリーライト結構優秀だったりします。あのハグレメタル、トルネコ相手のハグレメタルに対してかなり優秀なんですよ。うん、確かに。おっと、ということは、ということはどうしますか、これこれめっちゃ難しい盤面だな。どうするか、ね、おリトルライバーン、
トルライバーン福音ありだよね。うん、でも回復化できないっすよ。え、できないのか。福音で殴って、うん、灯火がホーリーライトで、でも4点顔面受けるの結構きつくない？残り13点。いやーでも4567、そしたらホーリーライトでこ取ってはぐれメタルと福音で殴るっていうのがダメかな。あー、まあありっちゃありっすけど弱いか。別にクールで HP 気にしなくてもいいんじゃないですか。まだいいかも。回復あるしどうなんですかね。まあどっちでもいいと思いますけど、確かにホリライトで、ホリライト結構もったいない感じはあるんですよね。普通にハグメーターと武器で左取って、ああいやさすがにクリペで取るか、これ取った方がいいね。はい、これ取りますか。でよいしょ、灯火を後ろに前から前列よ、ね、はい、でカブさん、まあなんだかんだでこれが、うん、丸そうではあるね。うん、多くってからずっと行きますね。あ、うわ、シャレとんな。ビッグシールド打たれてましたね。準備は整った。おしゃれなデッキ使ってますね。取ってくるのかなですね。多く当たってくれ、いい加減。これで顔面飛んだら最悪っすよ。いや飛ばん、マジか。ひどいな。いやでもビッグシールドあるんで次のライバーンができないよね。はい、ほぼ投げますかも。アリスで、いや強ハグメタの HP 上がりは、ほぼ2対7の時とかも相手絶望じゃないですか。絶望だろうね。えげつないほどの体力になるからね、みんな。うん、テリーの方が今の関係難しそうですね。いろいろなんか試行錯誤してる感じはありますけど、デッキの内容的には。僕もたまにテリー考えるんですけどね、うんうんうん、なかなか難しい。うん、ノーマルカードのみの試合じゃなくていけないですね。昨日やったね。さあここはまたビッグシールド、ライバーンテンションとかにしますか。うん、よいしょ、はい、強っ。回復するぞ、回復するぜ。顔に飛んでしまう。顔ゼロ。これザオラル今灯火構造の確率高いんじゃないですか。置いときますか。はい、よいしょ、ザオラル。おい、はい、じゃあ灯火確定、確定じゃない。確かに2体まだ灯火しかやられてないのか。うん、強っ。これ嫌だな、この場面。これいいぞ。これもう無理でしょ。テリーじゃ返せなくない。自己スパークがありますから。そんな振りましたっけ。振ってるね、4回は振ってるでしょ。うわ、やっぱ全滅。おお、もってしても、すごい、ジゴスパーク、すごい、全部飛んできましたね。消し飛んだな。まあそこでのジゴスパーク読み難しいとこですね。まあそうね、テンション使わない場面だったし、別に、うん、あえて使わないっていう動きじゃなかったですもんね。そうだね。ここをもう一回投げといていいですか。そうですね、もう攻めておいた方がいいと思います。はい、ホーリーライトもザキもあるんで、そう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 、あと頬で2回殴れば勝ち。頬で、当たって次のターン頬多分取れないと思うんですけど、取れるのかな。いやこれ多分取れないでしょ。シルビア、なるほど。死の誇りをかけて、うん、真剣勝負よ。まあホーリーライトドリスか。うん、ホーリーライトド、まあ、ザキでもいいし取るの。リトルライバンホーリーライトテンション受けますね。一応意味あるかな、それ。ホーでどっちにしろ取るでしょ、シルビアは。まあ取るだろうね。で、ホーリーライトでアイアンクーク取って。いや、ホーリーどっちもいけ。まあでもそっか、ノーダメなのか、相手。そうなんだよ。だからホーリーライト打って、はい。よいしょ。ホーリーライト、いた。
かっこいいな、ホーリーライトの演出で。顔面行っても2点しか入んないんで取りますよね。はい、取ってで一応回復する。まあするならば、まあ、ライバンとかライバンの足も一緒なんですよね、これ。そうなんですよね。だ転生スキル取られちゃうんで、そうするとあそこが、うん、なんで回復だけしますか。じゃあライバン出さずに、ライバン出しといてもいいですけどね。テンションはワンパンされますよ。まあでも相手手札2枚なんでね。でワンパンされたら勝ちじゃない。3点入ってファーストナイフと6点で、そうっすね、8、あ勝ちだよね、はい、うん、11点ぴったりだもんね、うん、でランバー一応出しといて、でテンションスキル打って、時間も少なくなってきて、テンション上げて、これでターンエンドで、さあ、まあ、テンションスキルで多分殴ってきても大丈夫。あ、そうか、 HP 上がるからまず攻撃できねえんだ。そう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 、 HP 上がりますんで、それは強えな、強え、おお強い。でも自己スパークはないでしょ、2枚は入ってないでしょ。うん、投げキム、投げキム来た。 HP15 以下の動きっすね。オクトセントリーでも誰も取れないと。テリーはねドローソースがないんでね、確かに難しいんですよね今の環境。俺に力を貸せ。いやこれは勝ちでしょう。はい、ぴったりリーサルですね。ぴったり11点あると。いやテンポゼシカとか相手でもやっぱ HP が多いと妖術師とビララヤクマ綺麗に当てなきゃいけないから。そうですね、それで7点8点削れないですからね、はい、かなり強そう。はい、というわけでこれで勝利と。強い。はい、というわけで今日はねククールちょっと法を採用して、セイニャはちょっとお見せできなかったんですけど、はい、あれの セイニャが後半に出れば、まあ、結構コントロールしながら戦えるのかなっていうデッキになってます。そうですね。いやでもテンポゼシカとかやっぱ相手多いじゃないですか今の環境。はいはいはい、はい、やっと高 HP をリソース吐き切って倒したって思った時に、おまけにまあセイニャ入れてるだけでもそうまた出てきた、はい、歯車ボタンってなる。結局テンポゼシカとかってリソース全部吐かせ終わった後の、うん、もうセイニャとか出したらもう勝ちなんで、うん、そうですね。まあ序盤にやっぱしっかり削られたりとか、うん、並べまくられるとやっぱ厳しかったりするんですけど、まあ、回復ありますし、ザキ確定処理カードありますし、うん、でトルネコのハグレメタルにはまあホーリーライト一応積んでるんで、そういうカードで取っていったりとかすれば意外と勝てるのかなと思います。またベリアルも入ってるんで、まあ、もみじこゾーンの対策にも一応できてるよって感じのデッキになってますんです。まあ、ぜひぜひね面白いデッキなので皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでご視聴ありがとうございます。また次回のところでお会いしましょう。またね、バイバイ。